はい、皆さんこんばんは。今日はですね、通信販売のアマゾンでですね、ビデオキャプチャーを買ったという話を前回したと思いますが、実際に今日は使ってみました。どの程度の画質なのか、古いゲーム機を使って、遊びたかったんですけどね、実際どの程度の画質でキャプチャーできるのかっていうのを、ね、実験してみました。まず値段がね、450円ということで、大して期待はしてないんですけど、どんなもんかですね、ちょっと見ていきたいと思います。では、実際に、ね、ゲーム走らせてみたいと思います。プレイステーション2のゲームで、首都高速ゼロというですね、ゲームをやってみてます。これは首都高速道路を舞台にですね、1対1のですね、競争を行うと。どんなゲームかです。実際にちょっとやってみましょう。まず車を選びます。はい。で、中央環状線ですね。スタート時点、どっちがいいかな。多分ね、ここのね、神田からね、内回りのがね、夜景が綺麗ですね。こっちで走ってみましょう。いきなりパッシングされて、これは S13 シルビアですね。後ろにいるんだ。やべ。実際に街を走っているこれトラックとかですね、車を利用して道路をブロックすると有利かな。神田から、一応勝ちましたね。勝ちました。猫設定し。で、そのまま次にまた、煽ってくるやついるので、ワンダーシビックですね、これ。懐かしい。はい。で、次はですね、ブロック抜かれないように。抜かれた。くそ、こいつ道路交差のやつね。ちょうど霞ヶ関のあたりですね。三宅坂だ。ある程度引き離すと勝ちます。はい。これね、新宿線との分かれ目、見やすいから。タクシー、じゃあまた。六本木ですね、谷町。そう、こっちね。うち前はこれ綺麗なんですね、アークヒルズ。負けました。もう、どんどん次行きましょう。これリプレイいらねえ。リプライ、もう一回対決するですね。ほら走行してる車を利用しないと勝てないです。急に敵車の方が早いですからね。ブロックしないとダメ。またタクシー2回ぶつかってるな。追いつかないかな。やめましょう。難しい。やめ。
はい、皆さんこんばんは。今日はですね、首都高速ゼロという、ですね、プレイステーション2のゲームをやってみたいと思います。はい、このゲームですね、プレイステーションの、中でですね、やっぱり、首都高速という行動をリアルにね、再現したというゲームで、当時はもう衝撃的でした。はい、で当時のスポーツカーに乗ってですね、大体国産が多いんですけど、それで、首都高速の中ですね、中央環状線、それから都心環状線ですね、あと湾岸高速道路をですね、走って、走行するシミュレーションゲームですね。はい、では実際に走ってみましょうか。でモードはね、実際にレースをするモード、レースといってもです、競争なんです。短期間でパッシングをすることによって、ですね、1対1のバトルを行うんですね。で、2、3キロ走ってそこで先に前に出た方が勝ちという形になります。まずね、フリー走行、フリー走行ですね。やっぱりね、慣れた横羽線を下りていきますかね。ここはどこだろう。ね、ありますね。川崎なのかな。やっぱりね、運転席の視線が一番運転しやすいかな。首都高速道路貸し切りですね。実際にこの200キロで走行したら、まあ、ダメでしょうね。あ、ちょうど浜川崎のあたりかな。ちょっとね、出しすぎ。浅沢のあたりかな。いよいよ横浜市内ですね。横浜線は比較的ね、首都高速の中でも直線が多いので、そんなに難しいところではないんですけどね。そうだ。道は二手に分かります。これは湾岸道路に向かうですね。ちょうど生麦ジャンクション。生麦しか行けない、大黒の方しか行けないですね。あ、そうそう、ここ2階建てだな。
レイステーション2のゲームなんですけど、当時はね、このグラフィックがとても綺麗だという感じでいたんですけど、今見るととんでもなく荒いですね。とんでもなく荒い。あ、ちょうど大黒パーキングのところ。この先右へ行って東京方面かな。本目には行けないですね。そこを右に入ってますね。そうすると東京の方へ帰ってくる。合流して、首都高速、湾岸道路、あ、これは鶴見のウィング橋、鶴見川ですね。渡ると扇島、日鉄のプラントがあるんですね。最新のゲームだとグラフィックがもっと綺麗で、VR ですよね。VR で360度映像なんですね。今230キロで首都高速道路を運転しては、まあ、実際にはね、風が吹いてて、海沿いね、こんなにね、まっすぐ安定して走れないですね。これは海ホタルとの分岐点です、扇島ですね。実際にはこれ今はもう左側の方に曲がってですね、川崎大師の方に出てるとかですね。海底トンネルに入っていくと料金所がもう間もなくありますね。ちょっと長いですね。長い、イメージとしては羽田なのかな。あ、違う、これまだ川崎だ。あ、これは羽田に出てきたんだ。あー、こうなってるな。羽田空港だ。上滑走路だ。そうそう、羽田。あ、こうなって羽田空港だ。ちょっとね、キリがないのでここで一回、あ、羽田空港ですね。やめましょう。スローダウン。端に寄せましょう。なかなか止まんない。ブレーキ。
とこういうかな、はい、羽田空港のとこですね。ぐるっと回ってみましょうかね。羽田空港、うん、空港中央ですね。まあ、以上ですね。こんな感じで、ビデオキャプチャーの性能をですね、調べてみました。どうでしょう。まあ、確かにね、まあ、プレイステーション2っていうと、当時はね、すごい綺麗だったんですけど、こうやって今のように見ると、全然画質悪いですね。パソコンなんかだとね、グラフィックカードの性能がもう極端に上がってます。ですね、水平解像度で5000ぐらいのは、十分、表示してくれます。私のパソコンなどでね、これ全然、VGA 程度だと思うんですね。ちょっとレベルがちょっと違うのかな。だいたい10倍ですね、解像度が、それだけ進歩しているということが分かりました。では以上です。